藤波五一、以下先鉄省増臭より、松岡広志庵松岡助庵延教3年7月11日は、日本の儒学者、本蔵学者。名は玄達、通称は、助庵、字は成明、号は、以下を最高下に、羽に鈴沖名、新鈴町王。門弟に、小野蘭山、戸田朝日山、服部草原、浅井都南、谷川ことすが、横地島敵史。 自家会元州、漢文八年京都に生まれた。十八歳の時、浅井修博の私塾、養子堂に入り東洋医学を学びながら、儒学を山崎安塞、伊藤仁塞に学んだ。しかし、儒教の経典、司教に出てくる動植物の名の理解に苦しんだことから、本蔵学者、稲尾若水の門に入り、本蔵学を学んだ。この時から本蔵学に傾倒していき、後に、 自身も本蔵学を講じるようになった。そのような経歴もあり、ジョアンは儒教思想のマサナと格物の観点から本蔵学の持つ名物学の側面を重視していた。教法元年、徳川吉宗が八代目将軍就任。教法の改革の中で薬事に関する改革を始める。この時はまだ、江戸幕府開幕後も、日本の文化中心地は京都であり、 本草学の中心地もまた京都であった。そのため、教法6年江戸の本草学発展のための人材として、ジョアン・ラ・京都の本草学者が、幕府からの招聘を受け、京都から幕府の江戸医学館に招かれた。ジョアンは集められた本草の薬事検査をする、和薬改め会所に加わり検査法を検討、基金のための対策、食産産業に寄与し、 日本の本草学を発展させた。延響三年死去。去年79。死の稲尾若水は、中国の本草学を日本の本草学に変えていく草分けとして、以後の本草学を発展させる人材を輩出したが、ジョアンの本草学はそれまでの薬学に重きを置くものに収まらず、積極的に多種多様の動植物、鉱物を収集し、博物学的なものに発展していた。それは、 門弟、小野蘭山が築く日本国本草学、庭清白の検査基準、和訳種六課上に結実していくことになった。大谷1012、P148 から156。ありがとうございます。